おお、いい音しますね。いい音しますね。古さを感じないもんね。全然。どうよ。ですね、うん、そこはですね、はい、やらせていただきますって。続いてのお車はですね、ダッチのデュランゴです。あ、デュランゴ。はい。これですね。こういうさ、ね、アメ車好きっているんだよ。いますよね。かっこいいし。これもそうなんですけども、はい、これが新しいのか古いのか分かんない。分かんないよね。分かんない。これ六本木で例えば走ってると、あ、かっこいいなって思っちゃう、うん。なんかね、そういう感じですよね。はい、初代のダッチデュランゴでして、まあ、4WD で、うん、実はこれ 5.9 リッターの V8 積んでるんですよ。お、これ何年式ですか？2004年式の。あ、じゃあ20年前だ。はい、お車になりまして、はい。もうこれ本当さ、20年前とか関係ないよね。うん、走行距離は？走行距離は10万キロです。ああ、結構行ってるね。はい、行ってないですよ。行ってないの？うん、アメ車の10万キロは行ってない。だいたいさ、こういうアメ車のこういうでかいのってさ、あんまり乗らないじゃん、どの乗りで。あ、まあ日本だとね、うん。ちょっとエンジン見ようよ。はい、なんかこれのなんかあれじゃない、ちょっとやれた感じがいいですよね。ライト黄色くてね。本当だ。だからライト黄色くていいじゃん。これはこれで。これはね、これはあのクリームで治ります。治るの？治る。これ治ります。なるほどね。はい。まあ、アメリカンを感じれる一台となっております。イゴールは実は昔アメリカでレースしてたことがあって、そう、1年レースしてて、はい、これ結構まだなんか街中とかで見たりしますね。いいよね。はい、あとアメリカだとなんか山登り仕様に改造したりとか、なんかそういうあのものもありますね。でね、今これベタ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 こう触ってるんですよ、うん、はい、これえベタベタします。触ってると全然ベタベタ感がない。あ、本当、うん、でシートもね、ほどアメ車っぱい、アメ車ってすごいよね、うん、日本車って古いと古いと思うけど、アメ車は古いとさ、それこそなんかジーンズと一緒で、はいはい、ちょっとなんかより味が出ますよね。でも全然問題ないよね。確かに古いか新しいか分かんないもん。分かんないんですよ、ね、これがいいんですよ。座席の感じはいかがですか？いや、なんかアメ車だからゆったりだよ、うん、ゆったりゆったり、本当にいい感じ、うん、ね、あ、いいよ、もう普通にいいよ、うん、普通に。あとね、後ろの方が高いんですよ、はい、着座位置が、はいはい、だから前が見やすい。なるほど。そうだね、うん、ね、すごいですよ。あとはリアにエアコンついてるから、うん、全然楽。ちょっとケイちゃん、はいはい、エンジンかけてみてください、はいはい、うん、はい、おー、いい音しますね。これ電動シートだ。電動シートのコラムシフト。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんか昔懐かしのコラムシフト。ね、昔懐かしい感じ。いや、アメ車っぽい音しますね。あ、広いやっぱり。これはいいわ。寝れますね、もう。あ、まあ、いいじゃん、いいじゃん。来た方がいいね。ね、それちょっとさ、あの、うん、倒してみてください。これって倒れる、寝れる。全然私寝れます。寝れる。すぐ寝れちゃいます。あ、全然寝れる。これフルフラットになってるわ。セミダブルだ。うわ、すごい。いいじゃん、いいじゃん。あ、シートありますよ、ここの中にも。うん、うん、そうだ、フルフラットになるね。はい、なります、なります。これはいいわ。3列シートなんですよね。そうですね、後ろもシートになってますからね。後ろもシート。これね。アメ車らしい、いい音してるな、うん、燃費悪いんだよな。そうですね、まあ燃費は間違ってもよくはないので、はい、まあ、ただやっぱり大きい車なんで、それの楽しみありますよね。うん、もう全然ちょっと寝てみてよ、うん、はい、寝させていただきます。ちょっとおいしょ、ほらほらほら、まっすぐ寝れますよ。いいじゃん、いいじゃん。ここは数字来てるよ。いいじゃん、楽勝です。多分2人、ね、もう1人ぐらい全然行けます。確かに、うん、結構楽勝、うんうん、結構フラットにはあります、ね、いや、だからさ、うん、ちょっともうなんか下にね、あのなんかあのちょっと引いて、枕あったら、まあ、うん、マット引いて余裕だね、うん、はい、ありがとうございます、はい、全然いいよね。余裕で数時間寝れちゃいますね。本当だね、うん、全然いい感じ、いい感じ、いい感じ、いいじゃん。どういうの、最高ですよね。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。はい、相場が非常に高いので、もう疲れちゃったから下げたい。 V8 いい音してるな。初ダッチ、アメ車乗ったことないです。マジか、初めてです。やっぱ国産のスポーツカーばっかりなんで、ゆったりしてるね。こんなに乗っててもあれですね。うん、アメ車乗り心地いいね。全然揺れないですね。ホワンホワンしてる。ホワンホワン、
やっぱ長距離ね行くのがアメ車いいとこですよね。トルクを生かしてね。うん、古いが何も何も分かんないって。確かに、うん、古いのがまたかっこいいよね。うんうん、古さを感じないもんね。全然、うん、これ30万ぐらいで売ってりゃいいんだよな。30万はどうかな。ないね。ないか、うん、50万ぐらい、うん、ぐらいだと思うな。込みで50万だよね。え、これ相場ってどれぐらいなんですか。いや、全く分かんないよ。初期型なんですもん。分かんないね。列車の相場分かんねえな。ダチ日本から撤退しちゃったし分かんないですよね。うん、そうなんだよ。もうこれなんかわかんないけど、やさぐれ感がいいよね。やさぐれてるよね。確かに。どうでした？すごい乗り心地良かったで、初アメ車だったんですけど、うん、私のこのペーペーな運転でもどうでした？乗り心地良かったですよね。乗り心地はいい。いい。うん、ケイちゃんどうでした？いや、すごいね。アメ車ってもう古さを感じないというか、もうこれ逆に古いのがかっこいいよね。かっこいい。本当。だからあと皆さんがそのなんかあれだよね。到着してる時も迫力めちゃくちゃあって、おなんかすごいなっていう感じが、うん、いいよね。私が運転しててもかっこよかったですか。はい、かっこよかったです。ダッチの顔がね、はい、顔がやっぱ迫力ある、ね、なんかやっぱあれアメリカでなんか泥棒用してそうでいいよね。なんかちょっと悪いですよね、顔が。泥棒とかさしてそうだよね。深夜のコンビをなんか襲ってる感じがしていいんだよね。うん、それがこの黄色くなった感じがね。黄色くなった感じがこうギャングっぽくていいよね。いいよな。てかこれでいくらなの？はい、いやだからそれで、ね、もう、はい、いいですか？ね、じゃあ値段を教えてください。はいね、でこちらがですね、総額60万円ご案内させていただきます。どう？いや、まあまあまあ、まあ、俺は50万ぐらいかなと思ったんですけど、ね。俺も50万ぐらい。社内はそういう話になってて。うん、はい。うん。どうよ。ですね、そこはですね、はい、やらせていただきます。テリー土屋の車の話を見たということでですね、割引の方させていただきます。50万55万円で勘弁いただけないでしょうか。まあ、しょうがないね。はい、まあ、しょうがない。相場ぐらいで。はい、ちなみに車検はいつまであるんですか。車検はですね、こちらがですね、1ナンバー登録の車なので、毎年だ。はい、毎年なんですけど、令和7年3月までございます。なるほど。はい、来年の今年とそうです、はい、あと1年間、まあ、その辺で手打ちますか。そうだね、まあ50万で5万分を、はい、でそこで皆さん55万で、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。